やどもダルと申します。今日もよろしくお願いします。ドラゴンクエスト11過ぎ去りし時を求めて実況プレイ始めていきたいと思います。凍りつきの縄文と静けさに包まれた城内、一体クレーモラン王国に何があったんでしょうね。いろいろ体制整えて、また後々紹介します。とりあえずストーリーを進めていきましょうか。そう、こっちにね、魔法の鍵で入れる場所があるんですよ。で、とりあえずクレーモランの様子を見に行くんですが、すっごい氷付けされてるね。でもね、雪国だからさ、こうなっててもおかしくないと思うんだけど、人間が氷付けされてるのはおかしいです。さあ、どうなってるんでしょうね。嘘でしょ、どうなってるのよこれ。城も町も人も全部凍ってるじゃない。ほらお姉様、やっぱり私の言った通り、寒いから凍っちゃったんですよ。ちょっと天然なとこあるよね。いやいや、いくら雪の都といえど、寒さで町が全て凍るなどあるはずがない。ひとまず町の中を調べてみるとしよう。それが一番いいかもね。よし、馬まで凍っちゃってんだな。そうかそうか、とりあえず探索とかそういう問題ではなさそうだな。特に何かあるわけとかでもないもんね。ほら、家の中も入れなくなっちゃってるから。人いんじゃん。あー、思い出した、王女様じゃなかったこれ。すみません、気がつきませんでした。まさか旅の方が訪れるとは思わなかったので。あなたは無事なようね。どうして町が氷漬けになったのか知ってたら教えてくれない？あれは3ヶ月前の晴れた日のこと。3ヶ月も氷漬けになってる。何者かが突然町の上空に現れたのです。そう、あの姿はまさしく魔女。魔女？魔女ってほら、よく昔話とか伝説になっている、いわゆる魔女のことですか？でも言い方とか見方変えたら、この兄弟も魔女だけどね。突如激しい吹雪が巻き起こり、すぐに町全体を包み込みました。私は吹雪の中で気を失ってしまい、目が覚めたら町は凍りついていました。私だけが助かった理由は分かりません。町ごと凍らせるなんて、なんてひどい魔女なの。なんとか助けてあげたいけど、この氷は私の呪文でも溶かせないわ。ところで、その服にある紋章、ずっと気になっておったのじゃが。すみません、紹介が遅れましたね。私はクレイモランの女王シャール。何？お主が女王じゃと？ということは先代の王は？もはい、1年ほど前に亡くなった父から王位を継いだ矢先に町がこんなことに。私もうどうすればいいのか。私たち大変な時に来たみたいね。オーブがどうとか言ってる場合じゃないわ。オーブ？あれじゃよ、クレイモラン王家に伝わる家宝のブルーオーブ。分け合ってわしらにはあのオーブが必要なんじゃ。あの青い宝玉のことですね。あれでしたら今はお城の中にありますので、氷を溶かさない限り中には。なるほど、どっちみちどうにかして氷を溶かさないとオーブは手に入らないってわけね。もしかしたら魔女を倒せば氷が溶けるかも。実は数日ほど前に来た外国の救援部隊に魔女退治をお願いしたのですが、苦戦しているのか全然音沙汰がなくて。そういうことなら
私たちも魔女退治に協力しましょう。凍った人々を放っておくわけにもいかないでしょ。まあそうね。ありがとうございます皆さん。魔女は東のシケスビア雪原にあるミルレアンの森に潜んでいると聞きます。ですが森には魔女だけでなく魔女に飼いならされた魔獣もいるので気をつけてください。魔獣か、覚えておこう。では皆の者、早速ミルレアンの森に向かうとしよう。うん、了解だぷ。さあミルレアンの森というところに行くのですが、ちょっと待てよ。こういう時はあれあれ、あーこれか。城下町に一回来ますと。ミルレアンの森ね。よし、じゃあ行ってみましょうか。なんか図書館に行くとかそんなんじゃなかったっけ。まずは森なのか。あんたシスケビア雪原に出るつもりなら気をつけていけよ。雪原には口から吹雪を吐く魔物がいるっていう。ああそうなんだ。そんな輩がいるんですね。了解了解。うん、なんだこの赤いの。ちょっと見に行ってみるか。馬使いますか。ここら辺に宝箱も結構あった。ちっちゃいベビーパンサー。こっち側なんか赤色の、ちっちゃい、かわいいな。なんかあるよ。え、なにこれ。え、初めて見る。宝箱あんじゃん。あ、小さなメダルか。レシピとかだったら嬉しいんだけどね。特に何かあるわけではなさそう。鹿にしゃべりかけれるけど、なんもない。よし、じゃあちょっと隅々までね探索してみましょうか。お、宝石があるね。プラチナ鉱石、銀の鉱石、プラチナ鉱石。どっちから行くのが正解なのかしら。上からちょっと行ってみる。でもここら辺結構宝箱があった気がするんだよな。探索会ということにするか。この上とかなんか行けそうな気がする。どうだろうな。特になんかあるわけでもないと。クマがいる。ああ、危ねえ。こっち、あ、なんかありそう。キラキラか。プラチナ鉱石ね。特に危ねえ。何かあるわけではなさそう。あったはずなんだよな。あー、すげえ広い。ないか。はあ、こっちの奥とかに宝箱あったりするんじゃないですか。え、ないんだ。え、なんかいた。いやいや、いやいや、めんどくさいめんどくさい。こんなとこいた。全然知らなかった。そうか、ここら辺は特に何もないの。こっちとかね。ああ、ごめん。ああ、ベビーパンサー白色バージョンがあった。魔力の種か。種系はちょっと一旦置いておこう。まあでもな、俺このアカウントで99にしようと思ってないから別にいいんだけどね。内側行きます。
やっぱあっちかミルレアンの森。そうか。じゃあ特にこっち側来る必要なかったかもしれんな。また今後見に行けるかもしれんから、とりあえずじゃあミルレアンの森に行ってみようか。絶対後で来るもんな。いけ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 。どうしようか。次のパートからミルレアンの森を攻略していくのがありだな。とりあえずもうこう今日今回はここのあれでパート終わりたいし、ここでセーブ。あったあったあった。凍えるブグ、氷の杖ね。いいねいいね。よし、じゃあ一旦ここの宿屋でお休みさせていただけないかな。エッケハルトさんね、これいや、とりあえずここで終わっておきましょうか、今回ね。いや、ご視聴ありがとうございました。次は、ミルレアンの森を攻略していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次のパートでまたお会いしましょう。